こんにちは琴文郡山の渡辺ですトランプ前大統領の声明をご紹介します。まずは、今日本時間で2021年の8月27日、6時ですが1時間ほど前、1時間ほど前に来た声明です。8月26日、メラニアと私は、米国への義務が彼らにとって大きな意味を持っていた、輝かしく勇敢な軍人の家族に、 心からお悔やみを申し上げます。私たちの思いは今日野蛮なカブールの攻撃で亡くなった無実の民間人の家族の上にもあります。この悲劇は決して許されるべきではなかったので、私たちの悲しみはさらに深く理解するのが難しくなりました。神がアメリカを祝福しますように。これは5、6時間前に アフガニスタンのカブール空港の外で自爆テロが発生してアメリカ兵米兵12名が死亡したという事件を受けての声明ですこの事件について共和党のマック・ダニエル委員長はアメリカ人がテロで殺害されて4時間以上経ってもバイデン大統領からの声明が出されないとツイートしていますまたフォックスニュースは自爆テロで 米兵が死亡してから5時間経っても、軍の最高司令官であるバイデンからは何の声明の発表がありません。ホワイトハウスの先報道官の記者会見も延期されました。バイデン大統領が何を考えているのか全く不明だと報道しています。これが最新情報です。そして、遡ります。8月25日、左派の特別委員会はさらに、 ジョー・バイデンと民主党の失敗によって引き起こされた歴史的及び世界的な大惨事からアメリカ人を育つすためのタイミングで党派の偽物と納税者のドルの浪費として自分自身を暴露しました。残念ながらこの党派の演習は特権の長年の法的原則を犠牲にして実行されます。執行特権は私の政権と私のそばで働いていた愛国者のためでなく 米国大統領府と私たちの国の未来、これからの民主党員はたった一つの疲れたトリック、政治劇場を持っており、彼らの最新の要求はその哀れな現実を補強するだけです。これは、ナンシー・ペロシ主導の会の1月6日議事堂乱入事件委員会が、当時のトランプ前大統領のメンタルヘルスなどの調査を開始した、トランプ家族や政権職員を大捜査している。 という状況に対する声明です引き続き過去にさかのぼった声明です8月25日我が国がこれほど弱くなったことはない過去最低となったのだ8月25日こちらは声明ではありませんがトランプ陣営がバイデン大統領の失策を非難するビデオを公開しました 幸福最高責任者、ジョー・バイデンはアメリカと世界に嘘をついたというものです。こちらはトラさんの音声も入っており、一部日本語をかぶせて動画をアップしてますので、ご覧いただければと思います。8月24日、バイデンが私たちの軍隊にアフガニスタンの戦場から逃げ出し、今や何千人ものアメリカ人が人質になっているのを見捨てています。 我々の政権がたった2500人の兵士でアフガニスタンとカブールを完全に支配していたものを彼らが逃げることを要求された時に破壊しました。以上ここまでが直近の声明です。取り急ぎここまでです。ありがとうございました。